とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、装備品を紹介しまして、ギフト会でこういうのが配れるよっていうのをお知らせしたいと思います。最近、古代狩りやりまして、そこそこ増えました。いいやつがね。なので、次のギフト会の時に、それを狙ってみてもいいのではないでしょうか。では、紹介していきますね。まずは武器からかな。武器で、おすすめとしては、怒りなんだけども、人気があるのは、闘志の締め具は欲しがる人多いよね。まあ、とりあえず、これを配ろうと思います。黄金が重力ですね。黄金に、雷だったらもうちょっと良かったかなと思うんですけども、まあ重力でも悪くはないので、これですね。重力。で、下が、衝撃波、旋風の輝きですね。まあ無難なセットになってます。うん。まあ締め具はこんな感じですね。で、あと、人気があるのは星夜。いや、星夜は最近は人気ないな。やっぱね、アップデートで弱くなったからかな。なんでそんなに人気はありませんね。で、槍。これは俺が最近っていうか、ほぼほぼ毎日使ってるやつですけども、これはね、251にしたら弱いと思う。263なので強いと思うので、まあまあまあ、これでもいいかもしれないですね。ただちょっと火力は落ちます。で、レイピア系ですね。レイピア系は、イテツクとビースティンガー、両方とも、まあまあ理想的な感じなんですけども、ビースティンガーの方が黄金でね、輝きの2なんですよ。2。2がね、ちょっと回復量が、減るんだよね。なので、レイピア系のおすすめは、いてつく金属編の方がいいかもしれない。でもまあ性能的にはビースティンガーの、方が使いやすいとは思うんですけどね。まあまあ、2つあります。まあ、こんな感じですね。で、怒りが、2種類あります。一つが、リフレッシュが黄金について、で、ダイナモ、痛み、虚無ですね。これ、超火力を出すことができますね。痛みで、5回目で止めて、で、ダイナモで20貯めて撃つと、まあ、大体のボスはワンパンで倒せる火力を出せると思います。で、こっちの怒りが、アーティファクトシナジー、そしてリフレッシュ、痛みサイクル、虚無ですね。まあ、ダイナモが入ってないので、超ダメージは、そうね、5000万ぐらいは出るかな。そんぐらいのダメージは出るんですけども、はい。まあ、ボスワンパンというわけにはいかないかもしれない。2、3発叩かないと倒せないかな。まあ、この2種類の怒りがありますね。まあ、とりあえず、武器はそんな感じかな。機械化装ブレード。これも欲しがる人はいるかもしれませんね。これは理想的です。重力が黄金について、で、アーティファクトシナジーとダイナモ、リフレッシュですね。まだ釣り竿で現役使っていけますので、このセットはなかなか強いです。はい。まあ、武器こんな感じで。次、弓に行きましょう。弓がね、最近掘ったやつで、なかなかいいのがあります。まあ、機械仕掛けのショート棒。黄金に、アーティファクトシナジー。アーティファクトチャージだね。で、バーストボーストリングの、クールダウンショット。で、無限ですね。羽ピョンですごく使いやすいとは思うんですけども、すいません。愛のスペル棒とパープルストーブはないです。ない。ちょっと出そうとは思うんですけども、とりあえず、機械仕掛けが理想的なやつはあります。そして、夜の棒だね。これまだ使ってないんだけども、強いらしい。強いらしいので、おすすめです。黄金に流れ込む魂。で、こっちがね、無限でもいいし、ロールチャージでもいいし、球根でもいい。まあ、どれでも選べる感じになってます。で、真ん中に、クールダウンショットで、右がバーストボーストリングだね。今度これちょっと使ってみて、どれぐらい強いのか検証したいですね。はい。夜の棒もあります。で、ハープクロスボウ。最近の流行りですね。これは理想的です。
黄金にリフレッシュで無限の、マルチショット連鎖反応ですね。もう完璧なエンチャントがついてるのですぐ使えると思います。これおすすめですね。で、輝くハープまだ完成してないんですけども、ここにマルチショットを入れようと思います。でもね、使った感じやっぱりね、ハープクロスボウの方が強い。うん、間違いなくこっちの方がいいと思います。まあ見た目がこっちが好きっていう人はこれでもいいんではないでしょうか。これはちょっとね、一番右にマルチショット入れて作り込んでおきます。で、冬の指先ですね、これは強い。ただし防具が必要になるので、まあ人を選ぶような感じです。黄金が連鎖反応で、クールダウンショット、マルチショット、バーストボーストリングですね。もう完璧です。これで雷そして花火使うとめちゃくちゃ強いんですけども、防具がね、何度も言いますけども必要になります。と、あとのおすすめがこれかな、これです。バブルバースターのクールダウンショットが黄金について、バーストボーストリング、ロールチャージのマルチショットですね、かなり火力出せますのでガシガシ倒していくことができます。まあ、ここに無限を入れててもいいかな。こっちの無限を消してこっちに無限を入れてもまあ良さそうなので、まあまあそれは取った人はつけてもいいんではないでしょうか。まあマルチショットつけるとね、火力が全然違いますので、今はこんな感じにしてます。で、バーストゲイル棒もまあこれは、理想的ですけども、まあ使い方は難しかったね。これも防具が必要だと思います。もともとロールチャージがついてて快適に進むことができるんだけども、やっぱり防具が必要になるので、まあそれは覚えておいてください。弓はまあこんな感じですかね。はい。で、次防具です。防具は、まあ、一番人気はこれだかな。バトルローブのクールダウンさん。これね、ほんと発売当初、3ヶ月後ぐらいに出したやつでね、なかなかレアなんですよ。それからこのクールダウン3っていうのが一度も出たことがありません。まあ、今度ね、ちょっと黄金のね、やつを探しに古代狩り行ってみようと思うんですけども、多分出ないと思う。これもらったやつなんですけども、まあレアだもんね。なのでまあまあ一応探してみますけども、まあバトルローブのクールダウンさん、これはあります。先ほど弓で紹介した、バーストゲイル棒とか冬の指先はこれで使うとむちゃくちゃ強いんで、ぜひセットでお願いします。はい。まあまあ、1日1個なんだけどね、まあ2回参加して、両方ゲットするっていう手もあると思います。そして輝くローブですね。これ黄金が雷フォーカスで、エンチャントに帯電クールダウンポーションバリアですね。まあ羽ぴょんでカバンビルド使うときにかなり使えます。帯電でね、ダメージガシガシ与えながら、さらに、雷を落としてダメージを与えていく、そんな感じで使えます。そしてウィザーアーマーですね。これ俺のお気に入りのやつです。まあ、263なんで、かなり硬いんですけども、251でもまあそこそこ硬いと思います。クールダウンがついて、ポーションバリア。で、雪玉デスバーターですね。で、雪玉デスバーター、ここをタンブルビーに変えても、いいと思います。強いと思う。まあいいんじゃないですか。で、これはね、まあ無謀だけども、黄金がソウルフォーカスなのでおすすめしません。あとのおすすめはね、あ、これフルメタルだね。無謀やりたい人は、これで、使うとなかなかいいと思います。ほんと理想的だと思うよ。黄金で、ヘルスシナジーで、ポーションバリアクールダウンの無謀ですね。無謀で HP 減ってるけども、元々の防御力が高いし、羽ぴょんでぴょんぴょんしとけば、ヘルスシナジーで回復するので、まあ、使いやすい装備かなと思いますよ。はい。まあ、とりあえず、おすすめはこんな感じですかね。あ、勇者のこれもね、なかなかいいですね。帯電がついて、クールダウン、そしてサプライズギフトとポーションバリア。で、この勇者はまあまあ、使えるとは思います。はい。まあ、とりあえず、おすすめの装備はこんな感じです。で、ギフト回
近々やります。まあ、今週やるとは思うんですけども、やるときには、どうしようかな。まあまあ、ショート動画なり、他のことで告知してやりますので、うん、無告知ではやらないので、よろしくお願いします。はい。ということで、今日は装備の紹介でした。またね、ギフト会やるときはぜひ参加してください。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。